新型コロナのなんで、今日はこういったメールをいただきました。各地でワクチン予約停止。私は本当に打てるの？こういうことが起きています。この動画の撮影をしている今日は2021年の7月5日月曜日です。各地で相次ぐワクチン予約一時停止、近畿と徳島の情報を中心にこちらに載せています。 皆さんお住まいの自治体の状況はいかがでしょうか予約停止や予約取り消しこういった措置を取っている自治体が多いのが分かりますでは国が示すワクチン供給量は日本に供給される約束されているワクチンの量ですね段階的にファイザーやモデルナのワクチンが入ってくるというスケジュールです。 総合計2億4千万回分、まあ、このワクチンは1人が2度打つものですので1億2000万人分のワクチンは確保されているこれが国が言っていることなんですよね。じゃあ確保されているのは分かったんだけれども今日のメール私は打てるのだって予約停止とか起きてるじゃないこの部分ですよね。菅総理は 希望者への接種は10月から11月完了を目指すとしています河野大臣は10月中には自治体にワクチンを配送するとしていますさらに内閣官房の担当者に話を聞くと各自治体の希望量が供給ペースを超え一時的に予約停止などが起こっているが送料として必要な分は確保できているので安心してほしい つまり、待っていれば必ず受けられますよということですね。ただ、一方で国が急速に進めてきたワクチン接種ですが、そこに応えようと準備を行ってきた自治体のトップらからは、現状に対して不満の声が上がっているのも事実です。以上、今日の新型コロナのなんででした。